はい、フリーライターのいつか笑って過ごせるひまで,です。平塚正幸氏の相手の父親とされる人物についてということでやっていきたいと思います。えー、平塚正幸さん、えー、国民主権党の平塚正幸さんがですね、えー、未成年の方を妊娠させて子供が生まれたと。そして、相手の父親が政治家だというところで話題になっているというところなんですね。で、ここまでならタイトルに、ね、あの名前を入れてまで動画を作るつもりはなかったんですよ。まあ、あの基本的にはまあ、あの ほっときましょうという感じだったんですけれども、えー、相手の、ね、父親の方を探してる方が、えー、いると、まあ、ここまでは普通に想定できる話で、出、まあ、るでしょうねっていう話なんだけれども、そのを探してる方の中に、関係ない人のところに、ね、大変失礼な電話をかけた方がいるというところなんですね。えー、この電話がかかっっててきた方と直接連絡を取いるわけではない ですねまああの,他のところから回ってきている情報なんですよ。で、えー、相手の方はこの一件に関わり合いたくないというところなので、えー、名前を伏せさせていただくんですけれども、ちょっとお名前言えないんですけれども、えー、この方のところに電話がかかってきたんだけど、えー、ネットの、ね、記事とか、えー、平塚正樹さんの発言からして、相手の父親というのは、元地方議会の議員の方、で、えー、自民党所属の方、えー、自民党のとある国会議員が応援に入った方というのが、えー、当てはまる。 必要があるんですね。最低でもこの3つってのは該当する人物であるはずなんだけれども、このお電話がかかってきたという方はですね、現職の地方議会の議員の方なんですね。で、自民党所属でもない。とある国会議員の方とは面識もないと、会ったこともないよという話なんです。で、もちろん該当する年齢の娘さんもいないし、さらにですね、該当する年齢の孫もいないと。どう考えても、まあ、無関係ですよねっていう。 話なんですよ、まあ、特にですねその、現職の議員である、現職の地方議員であるっていうのは、他の2つは分からなくても、これに関してはちょっと調べれば、その方の名前をね、カタカタとあと、Google か Yahoo か何かで検索すればですねえ、分かるんですよね、すぐに。簡単に分かるはずなんですけれども、まあ、そういうところに電話がかかってきてると。で、まあ、さっき大変失礼な電話という話だったんですけれども、えー、父親と決めつけていると。もうあの、お前だろうという感じになっていると。 いうところなんですよねで、えー、何のことか分からずに尋ねたら怒られたと何の話ですかと分からないとただからそうですよね関係ない人なんだから分かるわけないんですよそのね平塚雅之さんん自身も知らななかったみたみいなんですそのその方がねその方は平塚正幸さん誰みたいな感じだったんですよねで、えー、落選中と誤認しており説明しても分かってくれないといや私あの現職なのでって その方ではないですよというようなお話をしてもなかなか分かってくれないというところで、ええ、非常にあの不愉快というか、まあ、あの、電話を切った後、ちょっとあの、怒りを覚えたという話なんですね。で、追及側の方、いわゆるアンチと呼ばれる方なのか、支持している、いわゆる審判の側なのかっていうのはちょっとわからないというところで、特にその、どっちか分かるようなことはなく、ええ、淡々と聞いてくるんだけれども、その、 言葉の節々が失礼だという感じだったらしいんです。で、ちょっと調べればね、あの赤の他人であると分かるような方にそのような電話をするのは大変失礼です。そして迷惑ですよね。で、この件だけじゃないですけども何か問い合わせるときっていうのはちゃんと調べてから電話しましょうと。明らかにその人他人ですよねっていうようなところに電話しちゃダメですよねっていうところなんですね。で、えー、伝突や問い合わせがせめていけないとは言わないし、私自身も仕事上することはあります。 ただですね、最低限の礼節っていうのは守るべきだし、丁寧に問い合わせるべきなんですよね。あの、なんかあの、決めつけて電話をされても困るわけですよ。うん。特に今回の場合、お名前が出てるわけではないので、あの、 何かね、いろいろその調べた結果、この人じゃないかって思ってその人に電話してるんだと思うんだけれども、まあ、あの、その場合は本人であるっていう学習はないわけだから、特にね、あの、丁寧に問い合わせるべきじゃないですかと僕は思います。またですね、その知りたいっていう気持ち、いや、相手の意見も聞きたいっていう気持ちはわかるんですけれども、相手の女性に関しては未成年、 な上に、いくら父親の方がね、政治家と言っても、これプライベートの話なんですよ。別に政治関係ない話ですよね。うん、その辺はね、えー、ありますので、今はねちゃんちょ、ちょっとそっとしておいてあげるべきなんじゃないかなと思います。まあ、聞きたいという気持ちはわかるけれども、まあ、あの、ほっといてあげようよと。 いうところだと僕は思うんですね。はい。ということでですね、皆さん、あの、むやみやたらとね、あの、電話をかけまくったりとか、そういうことで、あの、関係ない方にも迷惑かかってるみたいですので、えぜひそういうことはやめていただきたいというふうに思います。はい。というところでね、えー、この辺りで終わっていきたいと思います。えー、よろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、ね、いいねをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまりで,でした。